おはようございます。ファンタスティック小説家です、あるいは武蔵野 FA の中でございます。本日は2023年、3月の4日、時刻は、朝の9時でございます。はい、というわけで、今日はですね、書籍作業の方をやろうかなみたいな風に思ってます。日々ウェブ小説の更新を行っているんですが、こんなことに私は本の方も出させていただくことになっていますので、ちょうどその作業の時期がやってきたという感じでございます。やる作業としては、俺がデイリーミッションがあるダンジョン生活っていうの第2巻と、俺だけ魔法使い族の異世界っていうタイトルの、2つ、今書籍を次出すことが決まってるんですけど、でそれが両方とも大体同じ時期なんですよね。で今両方とも作業が僕のところにキャッチボールで、なんていうか、ね、パスが来てる状態なんで、それを早く終わらせて編集さんの方にこの原稿を返さないといけないんですね。で今2つ溜まっちゃってて、とりあえずやるしかないという感じでございます。なんだかんだウェブ小説の更新が日々ありますので、そっちの方に作業で逃げがちというか、そっちの方を進めちゃってなかなか書籍の作業には手がつけられないっていう状況が、いつもあるんですけど、だからまあ今日は、朝からこっちの黒い方のパソコンを使って、はい、普段はここに置いてあるやつですね、10時間くらい焚き火を燃やしてる動画をここにいつも流して置いてるだけなんですけど、ただ今回は書籍作業になるとこっちの出番ということになります。まあなんでかというと、こっちにしかワードが入ってないからですね。はい、ってなわけで、朝からこのワードを使って書籍の方を進めていきたいなというふうに思います。じゃあ早速作業に取り掛かりましょう。今一段落したところでございます。まあ一段落っていうか、僕のお腹が空いたって意味なんですけど、
まあ、バイト終わって、まあ、結構まったりして、まあ、みたいな感じのところでございます。時刻は、0時の12分ですね。まあ、もう結構眠たくなったんですけど、眠たくなってなんか布団入ってたんですけど、なんかあんまり寝れないなみたいな感じだったんで、1時間くらいか2時間くらいか作業してから見ようかなみたいな風に思います。タレヤマの時刻は2時32分でございます。あれから2時間くらいは執筆したんじゃないかなという感じでございます。書籍作業の方はまあ何でしょう、ノロノロペースですけど、今日のところは眠たくなってしまったので終わろうかなというふうに思います。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。